Hey guys, this is Ayu from Japanese with Ayu. みなさん、こんにちは。Ayu です。今日のビデオでは、いつもとちょっと違った質問に対して答える、えー、動画を作りたいと思います。So, I've got a question that saying, I'm fluent in Japanese. I can speak like daily, you know, conversation in Japanese, but In some particular categories or things, um, I'm not too sure about the words in Japanese because it's very professional and something that um, they don't really use in daily life. So I'm gonna answer this question in this video, and I think uh, someone who wants to know kind of things. Um, I assume that their Japanese level is quite high.So I try to just explain or talk in Japanese in this video. そしてこの質問なんですけど確かによくあると思うんですよね。えっと多分日本語話せますかって聞かれてあはい話せますって言っちゃうと多分もうあなたは完全にペラペラって思われて そこからどんどんね、早く、普通のスピードで話されちゃう。そして、あ、実はそんなに早く言われてもわからないとか、あとその、このコメントにあった通り、なんかこう、何ですか銀行で手続きをしたいとか、なんかそういうあんまりこう普段使わない言葉を使うところに行った時に、普通の日本語はわかるんだけど、そういう なんか専門的な日本語がわからないっていう時に、えー、どうしたらいいかっていう質問です。で、これは私も経験があります。英語でもそうです。英語で普段話している言葉と、普段使わない言葉ってありますよね。だからその時に、なんかすごいこう、もやもやした気持ちになるというか、あ、日本語とか英語とかわかるのに、この言葉は知らないとか、 このカテゴリーはちょっとわからないっていうことがありますよね。えー、で、あの、答えですけど、全然あの、シンプルに、それを言っていいと思うんですよね。日本語話せますかって聞かれて、はい。あ、日常レベルの日本語は話せますって。まず、それを言いますよね。日常レベルの日本語はわかりますと。それをまず伝えて、あ、でも、 例えば今あなたが銀行にいるとしたら、ちょっと銀行の言葉、銀行で使う言葉がわからないので、あの、ちょっと説明してもらえますかとか、もうちょっと簡単な言葉で言ってもらえますかとか言う,言うと、多分その人もわかると思うんですよね。あの、どのぐらいのレベルかっていうのが、なんか、 わからないですって言っちゃうと、多分すごい困ると思うんですよ。<laughs> 私英語できないしとか言ってなっちゃうんで、あ、日常会話はできます。でも、ちょっとこの専門的なことがわからないので、ゆっくり言ってもらえますかとか、まあ、でもゆっくり言ってもわかんないですよね。<laughs> その言葉知らないんで。なんで、ちょっと専門的な言葉はわからないんで、説明、あの、 簡単な言葉で言ってもらえますかとか、そういうふうに言ったらいいんじゃないでしょうか。うん。なんで、まあ、専門的っていう言葉を使ったらいいと思います。そういうプロフェッショナルの、この分野分野でもいいですね。分野っていうのはセールですね。この分野の言葉はちょっとわからないので、あの、説明してもらってもいいですかとか、あの、とか、日常会話はできるんですけど、 この分野の単語があまりわからないので、ちょっと辞書を使ってもいいですかとか言うと、なんか、全然日本語話せない人っていう思われたくないじゃないですか。だから、そこは、うん、ちゃんとわかってもらえるし、普通の会話は日本語でしてくれるけど、難しそうな単語はちゃんとね、こうやって、英語にしてくれたりとか、あの、また、優しく、あの、 簡単な単語で言ってくれたりとかするんじゃないかなというふうに思います。なので、えー、キーワードっていうかフレーズとしては、えー、まず、日常会話はできます。とか、日常会話、日常レベルの日本語はわかります。っていうのと、もう一つは、でも、この分野の単語がちょっとわからないので、とか、この専門的な言葉が あんまりわからないのでどうしてほしいかですよねなんか英語で言ってほしいのか簡単な日本語で言ってほしいのかそれともゆっくり言えばわかるのかとかその辺をちゃんとあの伝えるといいですよねなんで、えー、簡単な言葉で言ってもらえますか簡単に説明してもらえますか 英語の単語を調べてもいいですかとかいうふうに、あの、この3つをしっかり伝えると、えー、コミュニケーションがうまくいくんじゃないかなというふうに思います。どうでしょうかあの、この他にもですね、あの、全然質問とかいつも受けたまわっております。あの、できる範囲で答えていきたいと思うので、えー、またもし質問があれば、 So, yeah, if you have any questions, please write it down in the comment section below. And I'll try my best to answer the question as soon as possible. And yeah, if you liked my video, please give me a thumbs up. And I'm gonna make like this kind of uh, videos more if you have any questions. And if you want to take my online lesson, please go to the website and book my online lesson. Bye bye. If you want to take my online lesson, go to my website. The link is in the description below. Choose the lesson type and book the day and time. Like so. So you can fill your information here, you can pay here. Before the appointment, please add me on Skype. My ID is a-yu. I'm looking forward to seeing you in my lesson. Bye!